皆さんはスピングルムーブというのをご存知ですか？知らない。あれです。はい。靴を作っているスピングルカンパニーというところにね、今日はお邪魔させてもらいます。すごいっすね。すいません。今日はよろしくお願いします。お待ちしておりました。こちらがスピングルムーブを作っている会社ってことでよろしいですか？はい、そうですね。歴史というかどれぐらいのものなんですか？そうですね、ブランドとしてはもう今年で20年経ちまして、大きなグループの会社としてはもう90年を来年迎えるようになります。そうなんですか、はい、ちょいといろいろと見させてもらいたいんですけど。そうですね、はい、隣の方にですね、カフェとギャラリーを一緒にしているお店ありますので、そちらの方で見ていただければ。そんなところがあるんですね。わかりました、行きましょう。じゃあスピングルカンパニーのハンドメイドのスニーカースピングルムーブ、カフェに併設されたギャラリーで最新のアイテムを拝見します。どれですかね、やっぱメインとなるもんというか。やはりメインとなるのは自社で作っているスピングルムーブになるんですけど、ちょうどこちらがですね、秋冬の新作と、秋口の注力商品って形にはなってはいるんですけど、ちょっと丈が長いタイプですね。特にスピングルムーブっていうのが、ここのつま先が巻き上がっているモデルが非常に多くてですね、実際この靴底自体もですね、府中の工場でちょっと作ってるようになりますので。そうでございますか。自社のっておっしゃってましたけど、他のところもあるんですか？そうですね、ちょっとここのお店は特殊でして、靴のメーカーじゃなくて靴のショップとしてちょっと考えてまして、海外からのブランドの商品もちょっと入れてるようになってますんで。本社の隣で？はい、すごいっすね。これなんすか、ちょっといいですか？穂なのかな、木？ですね、これがですね、日本の方からしたら穂に見えるんですけど、海外のブランドでプレミアータっていうブランドでして、ブランド名プレミアータの T の字が入ってるんですけど、そちらをちょっとデザイナーの方がモチーフにして横のデザインされたって形になってますね。完全に穂ですね。はい、穂です。完全に T じゃないですね。はい、これは穂です。かわいい。金額もプレミアータ。プレミアータ道路を挟んだ反対側にあるのがスピングルカンパニーの工場。普段は見ることができないスニーカーの製造現場を特別に見学させてもらいます。当たり前ですけど、めちゃくちゃ靴が並んでますね。そうですね、今ちょうど生産している靴になりますね。これは今何をしてるんですか？これはですね、さっき説明しました、いわゆる靴のゴム底の部分ですね、を今手で貼っていってるところになります。手作業なんですか？そうですね、ここら辺手作業で、微妙な感覚が必要になりますんで。大きな筒状の機械はスニーカーに熱と圧力を加えてゴムの部分を固定させるためのもの。タイミングよく撮影することができました。湯気が、あれ湯気ですよね、煙かな。湯気ですね。湯気ですか。来た。本当だ、熱を帯びてる。これで、熱と圧力で、上の素材と下ががっちりついて、もう剥がれない状態になってますね。確認したいですけど、ひっくり返るぐらい熱いでしょ。そうですね、やけどしますね。ですね。それでは90年の歴史を持つスニーカーメーカーに遠征さん認定でございます。ありがとうございます。いろいろお勉強になりました。ありがとうございました。